2015年の6月29日、ここでちょっとだけほんの少し喋らせてくれ。タンクトップ肌着っていうの、下着の苦しみ、格好悪いとか女子が一番嫌な格好、彼氏にしてほしくない嫌な格好第1位というのは知っている。あと格好悪いってことも自分でも知っている。似合ってないってことも知っている。肌が白いし筋肉もない、ぷよぷよお腹もしてる、それは知っている。でもね、暑いから仕方ないってこともあるのだよ。うん、湿度が高すぎてもうたまらないのだよ。うん、つうわけでかっこ悪いのは分かってます。分かってるんだけど、うん、許してくれ。自分で自覚してます。決してかっこいいだろうと思ってません。そこだけは言っておきます。つうわけで、あんまり不審人物と思われても出入り禁止なのも嫌なので終わります。2015年の6月29日、天草の、自称天草の有名人で自分で言うのも最近嫌になってきたけど、これは続けようと思う。自称天草の有名人、大塚智則でした。